そうだな。我が老いよ、悪かった。いや、話せることもある。俺はあの島で軍隊に潜入したんだ。連中はまさしく悪魔で残虐非道な奴らだったよ。入隊式の最中、突然芋を食い出した奴がいた。教官が咎めると悪びれる様子もなく答えた。うまそうだから盗んだと。貴様だ、貴様に言ってるんだ。何者なんで貴様は。そんな悪党だが、さすがにまずいと思ったのか、芋を半分譲ると言った。しかし、差し出した芋は半分には到底満たないものだった。奴らに譲り合う精神などないからな。本当にどうしようもない奴らだった。それにいろんな奴らがいて、そこに俺たちもいた。そこにいた日々はまさに地獄だった。少し話しすぎた。忘れてくれ。